山形県沖地震は2019年6月18日22時22分に山形県沖で発生した MJ6.7 の地震である。新潟県村上市府屋で震度6強を観測したほか、観測史上初めて山形県内で震度6以上の揺れを記録した。東北大学災害科学国際研究所の縁だ。真時によれば、 この地震は1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震などと同様に日本海東円変動帯付近で発生した地震である。この付近ではプレートテクトニクスの観点からユーラシアプレートと北アメリカプレートの大陸プレート同士が衝突し、日本海側の前者が日本列島側の校舎の下に潜り込んでいると考えられ、 東西方向からの圧縮運動が起きているため、比較的大きな地震の多い箇所である。本震、及び、その後12時間に発生した余震の震源分布の立体表示新潟県内で、震度6弱以上の揺れを観測したのは、2011年3月12日未明に、長野県と新潟県の県境付近で発生した地震において、10日、町市と津南町で、 震度6弱を記録して以来8年3ヶ月ぶりのことであった。東北地方で震度6弱以上の揺れを観測したのは2011年4月12日に東北地方太平洋沖地震の余震として発生した福島県中通りを震源とする地震以来8年2ヶ月ぶりだった。また、気象庁によるとこの地震は百二十二年から二千十九年現在に 至るまで山形県内で震度6以上または震度6弱以上が観測された唯一の地震である。すなわち東日本大震災でも山形県は最大震度5強であった。6月18日22時24分に気象庁は山形県、新潟県上中海津、佐渡、石川県の都に津波注意報を発表した。 言語が令和になってから津波注意報が発表されたのは、これが初めてである。山形県の鶴岡市根津ヶ関で11センチメートル、秋田県の秋田、新潟県の新潟、石川県は島港で、それぞれ8センチメートル、山形県の酒田、新潟県の淡島で、それぞれ5センチメートル、新潟県の柏崎市警派。 佐渡市は石崎でそれぞれ4センチメートルの津波を観測した。津波注意報は6月19日1時2分にすべて解除された。広大な面積を持つ村上市のうち、被害は山形県と接する山北地区に集中した。観測点、久屋も同地区にある。被害は山形、新潟県境付近に集中した。山形県鶴岡市では、 厚み地区の多くの家屋で屋根瓦などに被害が出たほか、店舗や温泉施設、漁港施設、高校などの公共施設にも被害が出た。新潟県西北部の三北地区では多くの家屋で屋根瓦やブロック塀などに被害が出たほか、総合体育館の天井落下やのり面崩壊など、公共施設への被害もあった。鶴岡駅前にて液状化現象と見られる被害が発生した。 高速道路日本海東北自動車道の坂田港 IC から鶴岡 JCT 及び平川インターチェンジから三瀬インターチェンジ山形自動車道の鶴岡 JCT から湯戸野山インターチェンジが上下線で通行止めとなった一般道路村上市の国道345号では板が市内の区方トンネル付近において地震による 落石のため通行止めとなったが二十一日午後に解除された。鉄道東北新幹線の東京から八戸の間上越新幹線の東京から新潟間の全線で一時運転を見合わせた。在来線でも各線区で一時運転を見合わせ、震源に近い上越本線では特急伊那補充三号が今川駅越後寒川駅間で三両編成の 根津が赤行普通列車が、桑川駅今川駅間で緊急停車し、同列車と坂町駅に停車中だった普通列車の乗客が乗務員の誘導により、高台に避難した。翌日も運転を見合わせたのは、う越本線の村上駅坂田駅間と、同区間を通る特急稲穂、陸羽西線の余るめ駅、小口駅間であり、う越本線では、山形県内の小岩川駅、三世駅、 東坂田駅の京山駅でホームが損傷し、小岩川駅では電柱が傾く被害も出た。このうち陸右西線は19日夕方に運転再開し、上津本線は被害の大きい小岩川駅を通過扱いとした上で20日の始発から運転再開した。電気山形県で延べ6051個、新潟県で 延べ3181個の京急2 3 2個で停電が発生したが、6月19日6時44分までにすべて復旧した。ガス、新潟県内の住民から北陸ガスにガスが止まったとの連絡が相次いだが、強い揺れを感知すると、安全のためガスの供給が一時的に停止する仕組みになっているという。山形県の厚見温泉では、 相当感が折れるなど、温泉設備に被害が出た。建物も一部損傷したため一時休業を余儀なくされた施設が多くあり、すべての施設が再開したのは7月1日である。また、厚み地域では地震発生後の1年間で人口減少率が3.7%と過去最大となった。村上市の瀬波温泉では地震による被害はなかったもののキャンセルが相次ぎ、 これによって打撃を受けた大型旅館が事業上とするなどの影響が出た。6月18日22時25分、政府は首相官邸危機管理センターに官邸対策室を設置。官邸対策室には震度6強の地震発生時に自動招集される関係省庁の局長級による緊急参集チームが集合し、 内閣官房長官の菅義偉は22時40分過ぎに、内閣総理大臣の安倍晋三は23時10分過ぎに、それぞれ官邸入りした。対策室において、内閣総理大臣から、早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも連携して被災者の救命、救助などの災害応急対策に、全力で取り組むこと、国民に、 津波や避難に関する情報提供を適時的確に行うことの指示が発せられた。気象庁は地盤が今回の地震で緩んだことを理由として山形県鶴岡市と新潟県村上市の土壌医療指数基準、つまり土砂災害警戒情報や大雨警報、大雨注意報の発表基準を通常の7割鶴岡市北部の土砂災害警戒情報については 同8割とした消防庁は6月18日22時22分、消防庁災害対策本部を設置、関係する都道府県に対し緊急消防援助隊の出動準備を依頼した。翌19日8時45分には、禁煙隊の出動準備の解除を連絡した。新潟市では津波注意報が発表されたことから多くの市民が避難したが、 津波避難所に指定されている公共施設や民間の高層ビルなどの避難所の多くが解放されなかったことから市や県など行政の対応を疑問視する声が上がった。実際に新潟港では10センチメートルの津波が観測された。この地震に対し気象庁は22時22分24.2秒に初期微動を検知しその後5.2秒後に緊急地震速報の第一報を 発表した。予報発表から2.1秒後には、緊急地震速報を山形県の庄内地方、新潟県の下越地方に発表し、その1.7秒後に、山形県の村山地方と大玉地方と、西条地方、新潟県の中越地方と上越地方と佐渡地方、福島県、宮城県の全域、秋田県の南部と沿岸北部、 岩手県の内陸南部と内陸北部に続報を発表した。ありがとうございます。